なるほど。内通者はあなただったのですね。何の話です？恥を知りなさい。仮にも神に仕える人間が人を貶めるような行為に手を染めるなど。それも本望かな、今の自分は。幼き頃からこの教会にご縁をいただきながら、なぜ好んで軍の操り人形となったのですか？仕方なかったんだ。家族を盾に取られて軍に逆らえなかった。教えてください。軍がここに潜入した真の目的は？ミカエルの瞳の器を探していたの？俺はただ、司教試験の進行を逐一知らせるようにと、それだけだ。ならば全て忘れてください。そしてやり直すのです。この教会は心を開いた者には必ずや救いの扉を開く。誠意のない者の命をいたずらに奪ったりはしないよ。君は眠りから覚めたら新しい人生が始まるんだ。罪の記憶と引き換えに。彼は内部を知りすぎてますね。優しいね。一からやり直させてあげるなんてさ。甘いの間違いではありませんか、少佐。それはどうかな。俺なら願い下げだね、この人たちに生かされるなんて。確かに。あなた方ただの軍人ではありませんね。黒百合ってこと同じ香りがするよ。あれ、そう？私たちの足止めが目的ですか。さすが話が早い。テイト君が危ない。さーて、ゆっくりたっぷり楽しもうじゃないか。4人でさ融合させます。いいぞコナツ、だいぶ俺に合わせて来られるようになったんじゃない？調査ちゃかさないでください。これくらいの力で足止めにはもってこいの二人だね。やるね。カストル。かわし続けるのも限界があるんじゃないかな。こっちはまだまだいけますけどね。おいじゃ、今です、ラブラドール。あの二人気に入らない。いいね小夏くん、デスクワークしてるところも大好きだけど、感情的な君ってかっこいい。ちゃかさず任務をこなしてください。っていうか少佐、後でデスクワークもちゃんとやってください。どうしても通さないつもり？君は本当にただのバルスファイルなの？アヤタンのためなら何でも。そろそろ終焉といたしましょうか。潮時ってやつかもね。でも続きますよ、どこまでも。